こんにちは。私たち国立国語研究所の日本語教育の研究グループでは、北京日本語学習者縦断コーパス、通称 BJAS の公開というタイトルでお話をさせていただきます。担当は石黒、菅、鈴木の3名になります。どうぞよろしくお願いいたします。まず、BJAS の構築の目的からお話しいたします。この BJAS という縦断コーパスは、IJAS という横断コーパスに準拠して作られています。IJAS の説明をいたします。IJAS というこの学習者横断コーパスは、12の言語を話す17カ国20地域の日本語学習者1000人を集めた、そういう大規模な横断データになっています。これによって、フランス人の日本語とか、中国人の日本語とか、様々な国の人が話す日本語というものを観察、分析することが可能になっています。ただし、この IJAS には一つ弱点があります。それは、IJAS というこのデータが、地理的な広がりは持っているんですけれども、その、学生さんが初めて日本語を学び始めて1年、2年、3年と段階的に成長していくわけですけれども、その成長過程を追うことができないという問題です。それを解決するために私たちは縦断コーパスである BJAS というコーパスを作ることにいたしました。具体的には北京、この BJAS の B は北京の B なんですけれども、具体的には国立国語研究所と北京外国語大学、北京日本学研究センターと、それから北京師範大学外国語原文学学院、この3社が連携しながら北京師範大学の学生さんに対して調査を行いました。具体的には1年生から4年間、4年生まで4年間の調査になります。で、ここにありますように、中国語を母語とする大学に入学したばかりの日本語学習者17名の方を、大学1年生から4年生まで追いかけた、そしてその日本語の成長の過程を記した、そういうコーパスになります。また、毎年 JCAT、SPOT という日本語のテストを行うことによって、その日本語能力の成長過程も記録しております。また、IJAS と比較できるように、IJAS と同じようなデータの収集の方法で行っております。さらにはですね、その、対面調査のみならず、作文調査に力を入れたという点でも、この BJAS は特徴的だと言えると思います。では、BJAS が具体的にどのようなデータのコーパスなのかを説明いたします。まず、データを提供してくれたのは、ある大学の日本、中国語を母語とする日本語学習者17名です。大学に入学してから卒業までの4年間のデータを収集しました。入学した時は1名を除き、日本語の学習歴はありません。また、多くの学生が3年生の時に日本へ留学をしています。学生の日本語能力は4年間でこのように、表のように推移しています。順調に日本語能力が向上しているということがわかります。調査は年に2回、国語研のスタッフが現地に赴き実施しました。中国は9月入学ですので、基本的に秋と春に行いました。ただ、1年生の時のみ、1月と5月に実施しています。BJAS で行ったタスクは6種類です。そのうち、対面で行うタスクについては、10月に行う内容、それから4月に行う内容、この2つの内容を用意し、それを毎年実施しました。タスク内容が毎年同じなので、学年ごとのデータを比べることが可能となります。では、各タスクについて説明いたします。対面調査の最初にストーリーテリングを行いました。
これは4から5コマの、漫画のストーリーを読んで、その、話す、ストーリーを話してもらうというタスクです。10月と4月でこのような漫画の説明をしてもらいました。また、対面調査の最後には、この同じ漫画を文字で書く、この同じ漫画のストーリーを文字で書くという作業もしてもらいました。ストーリーテリングの次に対話のタスクを行いました。ここに例として挙げたような15項目の話題について、30分間、ある程度自然な流れで会話を行いました。次に、ロールプレイです。これは場面を設定し、与えられた役柄を場面に沿った状況で演じるというタスクです。設定した場面は10月も4月も依頼と断りの2種類です。それぞれこのような場面設定としました。そして描写のタスクです。これはここにある絵を見て、山があります。人が倒れていますのように、そのイラストの内容を描写してもらいます。調査者は入らずに、学生が一人で話すタスクです。そして、作文も書いてもらいました。これは対面での調査とは別に、年に3から4回実施しています。指定された期間に、これらのテーマについて各自が作文を書き、オンライン経由で提出してもらいました。ビージャスはこのような多くのタスクのデータを収集し、公開に向けて整備を進めています。それでは次に、実際にこのビージャスデータを使って行った研究の具体例をご紹介します。こちらは学習者のと思うの4年間にわたる使用の推移について分析したものです。学習者は1年生の学習を始めたばかりの段階では、と思うを教科書で習った通りに使用しますが、と思いますので、と思いますね、かなと思ってのように、徐々に適切な表現の選択、発話のバリエーションを習得していきます。参考文献についてはポスター発表をご覧ください。このように縦断コーパスを使うと、同じ学習者のある表現の習得過程を見ていくことができます。BJAS は現在公開に向け準備を行っております。公開まで楽しみにお待ちください。以上で発表を終わります。ありがとうございました。